はい、では割り図の出汁の結び方やっていきましょう。はい、まず手先、手先は、この幅の半分に折ってだいたい30センチ、30センチっていうのはこの幅がほぼほぼ15センチぐらいなので、まあこの幅の2つ分ぐらいですね、目安。はい、30センチ。では輪下にして、私たちはクリップをいつも2個つけているので、右のクリップを真ん中に動かしたら、真ん中その30センチのところを一旦挟みます。それをちょっと斜めにしてから上線持ち上げるとこう三角になりますね。ペタンとさせて左のクリップで留めておきましょう。このままご自身が回転しながら、まず胴に一周です。はい、ここでしっかり余分な空気を抜きながら、はい、左のクリップ一旦仮止めです。はい、もう一周、背中の帯の下線、それからあとは変なところ折れてないかな見ながら、はい、2周目巻いたら、この1周目の角をしっかり押さえてシュッと締めます。締めて、さあここからです。帯2周巻く、これは、女性はみなあのお太鼓する時もね、体に2周巻きます。ここからこの真ん中のクリップを外して、右の右脇このあたりクリップをつけておくと、あとは手が緩んでも帯がうっかり落ちたりしないので楽ちんです。はい、そうしましたらね、この手先と垂れ先、この垂れ先の方をこのクリップからちょっと折り上げておきましょう。で、半分ぐらいに折っておきます。で、垂れ先を上にして一結び、このままシュル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 と上へ引いて出していくんですが、全部引き切りません。この、帯の下線からだいたい 7,8 センチぐらいのところを残しておきます。はい、わかりますかね、こういう感じ、ちょっと残しておきます。はい、で、ここが 7,8 センチぐらいになったら、この結び目の根元をしっかり引きます。ギュッで引いたら、もう一度、ちょっとここ分かりづらいですけど、この結び目の中のところちょっと強調しますね。しっかり引いたら、ここもう一度くるりんと結びます。分かりますか？はい、こういう状況が作られております。このまま今度はこちら帯揚げを使っていきます。帯揚げはもう最初から私は6等分に畳んでおきます。真ん中を持って6等分、6等分にしたら、はい、この根元のところちょっと開いておきます。このままかけて、はい、ちょっとね、長い部分折り返したらそのまま上に持ってきます。あとは微調整、鏡を見ながらこの2枚の羽も開きつつ、こっちちょっとクリップかけておきましょう。なんとなくニュアンスがご自分の好きなニュアンスになるように、はい、形を作ったら、一回この帯揚げは軽く後ろで結んで回しておきます。あとね、半幅帯はなんとなくのそのご自分の好きなニュアンスになれば、それで完成ということになりますので、少しずつあそこを引いたりここを引いたりしながら整えていきます。こんな感じです。で、角がこんな感じです。割り角出しなのでね、これ角。はい、では回していきます。クリップを外して
はい、着物の打ち合わせと同じ右方向、はい、回したらここはお太鼓と違ってちょっと後ろ中心が分かりづらいんですけど、こんな感じで帯揚げは整えます。脇でねじれてないか見つつ、浴衣にね帯揚げは必要ないっていう人もあるかもしれないですけど、私はアクセサリーだと思ってしております。あとまあこの割り角出し、今割り角出しもいろんな形の割り角出しが紹介されてますが、私の好きなこの割り角出しは帯揚げを使って留めるタイプなので、帯揚げがちょうどいいアクセサリーになります。あと夏向きはね、胸元をあんまりふっくらさせるよりはすっきりと収めてしまった方が涼やかな印象になりますので、はい、こんな感じです。できました。いかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、SNS のフォローなどよろしくお願いいたします。着物ながみの太田でした。